こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと私の生徒さん、クライアントさんからちょっとご質問があった、内容なんですけれども、商品作りとその商品を売るための活動、商品制作とね、マーケティングセールスの活動に、まあ、それぞれどのぐらい時間を割けばいいのかっていうね、ご質問がありましたので、それに回答するね、ちょっと動画を撮りたいなというふうに思います。はい、ということで、まず最初、いつも告知しておりますけど、私のね、最新の、書籍、ソーシャルメディア動画ブランディング、たくさんの人にお読みいただいております。これがなんと送料390円でね、日本全国どこでもお届けしますので、ぜひ詳細欄から、ご覧いただいて、ぜひこの本ね、読んでいただければなと、無料で、実質無料でね、読んでいただければなというふうに思います。はい、じゃあちょっと本題に入りたいとは思うんですけれども、私もね、あのインナーサークルっていうね、僕のあのオンラインサロンっていうんですかね、オンラインコミュニティを持ってまして、まあ、毎週ウェビナーをやって、そこでね、いろんな人とね、あのクライアントさんと話して、まあ、ご質問にお答えするっていうね、そういった、まあ、そのビジネスを、しているんですけれども、やっぱその中でとあるね、先日お客様がそのやっぱその商品をね、あの特にネット上で僕みたいにオンラインコンテンツね、ビデオを作ったり音声とかを作ったりしてね、それを有料で販売したいとね、最近ツイッターとかでもね、そのノートっていうね、ありますよね、そういったプラットフォームを活用して自分の知識をね、文章とかでね、販売するのは結構改めてまた流行っているのかなっていうふうに思ってるんですけども、やっぱり私もそういったデジタルコンテンツを販売することによってね、本当に事務所も持たずに、ここ自宅ですので、事務所も持たずにすごく利益率が高いビジネスを、別にそのね、日本にいなくても、私も海外行くので、世界中のどこからでもね、すごく身軽に運営できるっていうメリットがあるわけですよ。で、そのね、特にデジタルコンテンツビジネスにおいて、その商品のクオリティと、まあその商品を売るためのね、あのコストというか、かける時間、どうやってまあその配分すればいいのかなっていうお話なんですけれども、よく言われるのが、まあ、別にデジタルコンテンツビジネス業界に限った話じゃないんですけど、私が働いていた最初ね、8年ぐらい前にサラリーマンとして働いていたね、会社の社長からね、すごくよく言われたのが、そのやっぱりその商品作りに2割の力を注ぎなさいと。で、その商品を売るために8割の力を注ぎなさいって言われたわけなんですよ。これが私すごくあのビビンときたというか、すごくショッキングでした。ね、普通ね、あなたもね、この言葉聞いて多分ショックだと思いますね。ちょっともしかしたら多分ね、これ誤解されやすい言葉なんで、内容なんで、ちょっと私のね、ちゃんと本当の意味を話すんで、ちゃんと最後までこのビデオ見てほしいわけなんですけど、すごくショッキングじゃないですか。普通は今までね、その僕らの常識、まあ一般人の常識ですよ、昔の僕がね、普通に思っていた常識、それはその商品をちゃんと作りましょうよと。商品を、作る人が一番偉いっていうのかな。まあ、それこそ商品を作るのに8割の時間をかけて、まああとちゃんとね、まあ売るのは、まあまあ、一応世の中に出せば売れんじゃないのみたいなね。まあ売れなかったら商品が悪いんじゃないのみたいなね、話になると思うんですけれども、普通の人はやっぱその売る商品を作ることが一番大切なんですよと。で、売るのはまあそのね、片手間にやってもいいのかなみたいな、そういった誤解をもお持ちがちがだと思うんですけれども、それはもう昭和かって話なんですよ。ね、今インターネットで世界中も含めてね、無数に選択肢が出てくるわけじゃないですか。ね、近所のね、どこどこのお店で買おうみたいな、そういった選択肢が少なかった時代とは違うわけですよ。本当に無数の選択肢がある。そこでね、あのやっぱそのね、商品いくら最高のね、素晴らしい商品作っても、これ別にね、デジタルコンテンツに限らず、お店をやっていても、何かね、あのリアルな形ある商品を通販とかね、対面で売っていても、まあ、全てのビジネスにおいて言えることです。どんなに素晴らしい商品を作ったとしてもですね、その素晴らしいサービスがあったとしても、その世の中の人に知ってもらえなかったら、その商品意味ないんだよと、存在価値はないんだよっていうね、ことを昔その社長とか上司に言われてたわけですよ。これすごく、まあそのね、大学を出てまだ社会人になりたてだった僕にはすごくショッキングだったわけですよね。でもそれは正しいわけですよ。どんなに素晴らしい商品を作っても、それを世の中に知ってもらうためのそのマーケティング活動、まあね、僕もこうやって YouTube とかね、ソーシャルメディアに動画をアップすることで、あ、ヒルトルっていうやつがいるんだなっていうことをね、世の中の経営者の方とか個人事業主の方とか、まあ、もしくはね、その今後独立をしたいサラリーマンの方とかでもいいんですけども、まあ、そういったビジネスパーソンの方々に僕の存在を知ってもらって、そこから好きになってもらって、で、あわよくは僕の商品買ってほしいみたいなね、この本をまずは買ってくれみたいな、そういった目的で、このね、ソーシャルメディアとか YouTube、とかを活用しているわけなんですよね。
なのでね、やっぱり一般的に多くの人はすごくやっぱ商品を作ることにめっちゃ時間と労力をかけちゃいがちなんですよ、どのビジネスにおいても。でマーケティングはなんかちょっと適当にやったと、作りましたよ、はい売りました、一回告知しました、うん売れないな、なんでだろうみたいなねことを考える人が多いんですけど、そんなん売れるわけねえだろうみたいな、ちょっと告知したぐらいで売れるわけねえだろうと、今の時代のインターネットをなめんなよっていう風なね話になるわけですよ。だから本当にねちょっと常識を変えてください。やっぱりね成功者の常識ってのは世の中の非常識なわけですよ。でみんなが、あそうだねその通りだねって当たり前に同意するような考え方ってのはもう間違ってる、まあ、ビジネスで結果を出したければその一般的な常識は全て捨てないといけないわけですよ。だからその成功者の常識ってのはそのね商品を作ることね、それは頑張って最高のものを作るんですけれども、それ以上にそのね商品を売るための活動ね、世の中にその自分自身だったり自分の会社、自分の商品サービスというものを認知させる活動にめちゃくちゃ時間を使わないといけないわけですよ。でね、その2割、8割、ね、2割の力で商品作って、8割の力で商品売りましょうっていうと、結構やっぱそのね、ショックというか、そのなんかドン引きする人も多いと思うんですよ。特に若い人とかはですね、いや、そんななんか詐欺をやってる会社なんですかみたいなね、昔の僕のサラリーマン時代の後輩もね、同じこと、そういうこと言ってたんですけど、それはちょっと違うんですよ。ね、今だからこそ言える僕なりのね、その2割、8割のね、考え方についてちょっとね、僕の意見をお伝えしようかなというふうに思います。で、それはどういうことかというと、やっぱそのね、まずは本当に 100% ね、その8割とか2割とかそういうね、話はどうでもよくて、自分の持てる全ての力を使って商品を作りなさいよって話なんですよ。自分ができる最高のコンテンツってのを作って、それを商品としてね、売りましょうってのはもう当たり前なわけなんですよ。それを誤解しないでほしいなというふうに思います。でも、ね、まず 100% でね、商品作るわけじゃないですか。もしくは 120%、200% の力でも構いません。出し惜しみせずに最高の商品を作るわけですよ。ね、矛盾するように聞こえるかもしれませんけど、矛盾しません。最後まで話聞いてください。で、どういうことかというと、まあ 100%、それ以上の力で商品作るんだけど、そしたら、そのね、4倍の力ぐらいは最低使わないと商品って売れませんよって話なんですよ。100% の力を使って商品を作ったら、400% の力を使って商品を売りなさいねって話なんですよ。そうすれば一応ね、比率的には2割と8割になるわけじゃないですか。僕はそういった風に考えてます。ね、その2割の力で商品を作って、8割の力で商品を売りましょうってのは、別になんか適当に力をセーブして、2割で適当に商品作ればいいんだって話ではなくてですね、まあ自分が2割の力で商品を頑張って作ったら、まあ、その最低4倍ぐらいの力を使わないと、そのマーケティングセールス活動ってのはうまくいかないんだよっていう風な解釈なわけですよ。まあ僕はそのね、オンライン上でデジタルコンテンツ、まあ、オンライン講座、ビデオ講座とかを販売して、まあ、生計を立てて、まあ、あとはコンサルティングもやってますけど、そういう形でね、オンライン上でやり取りをして生計を立てています。で、基本的に言いたいのは、別に商品作るのってそんな難しくないんですよ。ね、逆に商品を作るのが難しいって言ってるようだとやばいですよね。もちろんこうやって話すスキルとか、その文章を書くスキルってね、そのアウトプットのね、をあんまりしたことがない人がそれが難しいってのはわかるんですけども、そのね、何もネタがないぞと。何もネタがないから商品作るのが難しいねって言ってる時点でもう詐欺師の匂いがプンプンなわけじゃないですか。いや俺何もネタがないんだけれども、ネットでなんかその情報商材を売ってなんか PDF とかね、なんかビデオを売って稼ぎたいなとか考えてる時点でおかしいですよね。はい。まあ普通はなんかこういった知識があるぞとね、世の中の人にこういった知識を伝えたいなと、僕であればいろいろねこういった動画の知識とか、その海外のねセミナーに行くのが好きだったので、まあそういった海外のマーケティングの知識とか、海外のツールの使い方とか、いろんなね知識が僕の中にあるわけですよ。それを世の中に伝えたいなっていう情熱欲求があってですね、それをそのなんか解放するためにじゃないですけども、その商品として、もしくはこういった無料のコンテンツとかで、まあ、世の中に配っているっていう風な話なわけですよ。だから別に僕は商品作るのは、ね、まあもちろんお客様のね要望を聞いたりして商品作ることも全然ありますけど、まあ、別に基本的にはいや僕こうやってますよみたいなね、その自分がやってることをただ話すだけ、もしくは文章とか音声にしたりするだけなので、まあ、そんな大変じゃない。ね、もちろんね、一日撮影するともう疲れたみたいな感じになってね、体力を使うので別に大変じゃないってことはないんだけれども、まあ、マーケティングに比べれば、とりあえず自分が知ってることを言えばいいだけなので、まああとはね、スタッフに編集してもらったり、サイト作ってもらったりするだけなので、まあ、基本的に商品を作るのは簡単なわけですよ。でもですね、じゃその商品を売るっていう作業はめちゃくちゃ難しい。
で、特に初心者の人ほど、なんか商品をネット上とかでね、もしくは自分で売ったことがない人ほど、商品作れば売れるんでしょって思いがちなんですけど、絶対にそんなことがないわけですよ。そんなことはね、商品を作れば売れるってことは絶対にありません。まあ僕もこうやってね、定期的に YouTube アップしてますし、メールマガジンも書いてますしね、いろんなソーシャルメディアに定期的に投稿しているわけですよ。ね、世の中の有名なインフルエンサーとか、オンライン上ですごく知名度があったり稼いでいる人ってのはね、基本的にほぼ毎日のように、いろんなね、ソーシャルメディアに投稿しているわけじゃないですか。これすべてマーケティング活動なわけですよ。そうやって普段から自分のファンを増やして、あ、この人のこと好きだなと。ね、この人が普段言ってること、すげえいい。で、それがもうすでにマーケティング活動になってるわけですよ。普段からこんないいこと言ってるんだったら、この人の有料の商品ってすげえんじゃねって、そういった期待感を高めることができるからこそ商品って売れる可能性がね、出てくるわけですよ。それを何も投稿しないで、とりあえず引きこもってなんかね、頑張って商品作ってます。ね、これで何十日間何ヶ月もかけて商品作りました。じゃあ、売りましょう。つったって売れるわけないじゃんって話なわけですよ。なのでぜひあなたもね、その商品を作るよりもやっぱ売ることの方が大変だよと。で、別になんか職人さんとかを僕はバカにしているわけじゃなくて、そのね、商品を作るのもすごく大変な行為、その人の経験とかね、その生きてきたね、いろんなスキルが積み重なってその商品ができるので、それは全然バカにすべきではない。それはね、本当に尊敬すべき素晴らしいことなんですけど、いくら素晴らしい商品でも、その世の中の人がね、こういった問題を解決したいなと、こういった悩みがあるなってね、その悩みとか欲求とかがあるわけですよ。世の中の悩みに対して、あ、こういった商品ならこういうね、お役に立てますよじゃないですけど、まあ、そういったその両者の翻訳をする、まあ、両者をつなげる役割をするのが僕らみたいね、マーケッターとかコピーライターとかね、言われる人間ですので、まあ、本当にね、いい商品さえ作れば簡単に商品を売れるみたいな、そういった幻想は今すぐ捨てて、そうじゃなくて、そのいい商品作るのももちろん大切なんだけれども、それのやっぱ4倍ね、 100% の力で商品を作ったら、その4倍ぐらいの力をね、注ぎ込んで頑張ってね、売る努力をしないと商品ってのはそんな売れるもんじゃないんだよっていうことをね、知っておいていただければなというふうに思います。まあ、ということでね、そういったソーシャルメディアを使ったマーケティングのやり方を知りたい方はこの本も必ずね、読んでください。390円だけでゲットできます。ということで、ね、この動画が気に入ったらぜひいいね、そしてチャンネル登録もまだの方は、ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。